元気いっぱいなチームで、きつい練習とかもあるんですけど、みんなで声かけ合って頑張れるチームです。高校バドミントン界の絶対女王、柳井商工バドミントン部。2021年の選抜を皮切りに、選抜、インターハイ、それぞれ3連覇中。去年はチーム初となる国体でも優勝し、高校3冠を達成しました。今年のチームの特徴は、とにかく元気がいい。2年生がすごくノリがいいというか、エネルギーがあるというか、本当、エネルギーも元気さだとか、そういう勢いで勝負しないといけないのかなというふうに思います。チームにはキャプテンの砂川のどか選手など世代別の日本代表が3人。中でも宮崎智香選手は高校生にして今年の日本 A 代表に選出されました。チームにいることが少なくなるんですけど、いるときはチームのために頑張るし、自分が帰ってきてチームの雰囲気が良くなったってり、その練習の質が良くなったって言われるように頑張りたいです。宮崎選手はチームの絶対的なエース。しかし今年の選抜は A 代表の大会と重なり、出場することができません。さらに3連覇の原動力となった3年生は卒業。高校での全国大会の経験が少ない選手たちで4連覇に挑むことになります。武満忠監督は、今まで以上に一人一人の底力が試される大会になると話します。なかなか試合に出れなかった選手が多いので、本当次は自分がブレイクするんだ、自分がチームの主役になるんだ、そういうイメージ持って活躍してもらえたらすごく嬉しいです。優勝への鍵となる選手はチームを引っ張るキャプテンの砂川のどか選手です。149センチと小柄ながらパワーあふれるプレースタイル、粘り強さが持ち味です。コート内でどんな苦しい場面でも絶対に諦めたりしないで、自分のプレーでチームを引っ張っていけるってところは意識しています。常勝軍団のキャプテンとして、砂川選手はプレーでチームを奮い立たせます。今月1日卒業式の後に開かれたバドミントン部の送別会。今年卒業した3年生は3年間一度も団体戦で負けたことがない世代でした。砂川選手は改めて選抜優勝に対する決意を語りました。去年のインターハイでは他のチームから今すごい厳しいって言われてたけど、それでも真剣にバドミントンに向き合っている3年生を見て、自分たちも3年生を見て優勝したいって思ったし、自分がチームにとっていい影響を与えられる存在になりたいって思いました。次の選抜大会では自分たちが優勝して3年生にいい報告ができるように頑張ります。女王であり続けることへのプレッシャー、それでも先輩がつなげてきた日本一のたすきをここで途切れさせるわけにはいきません。優勝の2文字を見つめ、柳井商工の総力で選抜4連覇に挑みます。4連覇って不安な気持ちもあるんですけど、本当にこのチームになってから初めての全国大会なので、自分たちにチャレンジして、そのチャレンジした結果が4連覇につながったらいいなって思います。伝統をしっかり受け継いで優勝を目指して頑張りたいと思います。日本 A 代表の後ろ姿見てますからね、
全国経験は少ないかもしれませんが、はい、その追われるプレッシャー、はい、絶対女王のプレッシャー感じながらも自分色の花を咲かしてほしいですよね。3年間という高校生活区切りがある中で選手が入れ替わる中で勝ち続けるってのは本当に大変だと思うんですが送別会のシーンで先輩からこう柳井将校としての誇りしっかりと受け継いでるんだなって感じましたね。パワーに変えて頑張ってほしいなと思います、はい、砂川キャプテンのチーム一丸となって全国のライバルに今回も打ち勝ってください。